メグロレン後輩なにわ男子大西流星に乾杯、圧倒的強さを感じましたただただ悔しい。スノーマンのメグロレン、26が27日、都内で初単独主演映画、私の幸せな結婚、3月17日公開の公開直前イベントに共演の今田美を、25、渡辺圭介、29、なにわ男子大西流星、21と出席した。映画が明治大正の日本を連想させる架空の時代設定のため、 この日は懐かしい、昔遊びをテーマに4人は剣玉、輪投げ、折り紙の3本勝負で競い合った。優勝商品は、公開日にちなみ3.17キロの松坂牛サーロインステーキと聞かされた一同は画ぜヒートアップした。気持ちだけは絶対負けないように、と表情を引き締めて臨んだ目黒だが、同事務所の後輩でもある大西に剣玉、輪投げを練習されて3本目を行う前に結果がついてしまう緊急事態に。 最後だけ2億ポイントで、と愛願し快諾されたが、3本目の折り鶴も大西の解消となった。